気になるね。おお。すげえな、日中だからすごい活発になってきてるけど、砲台やりすぎじゃねえ、戦車なんでドカン。煙た。よし、オッケー行こう。ちょ。なんだったっけ？エルサルバトルじゃなくて、あれ、彼の名前なんだったっけ？コールジュニアでいいや。あ、こいつ犯人じゃね？うん。なんだっけ？ジャマールや、ジャマール。おー、ロケラン。あれ？ああ、開けた。さすが。コールジュニアやるな。なんか、すごい、様になってきてるよね。え？違う。これ、ああ、なんもできない。こんな時なのにパイタッチしてるよ。あれ？ちょっと待って、コールジュニア？ポールジュニア、あ、いた。おお、もう絶対バレてると思うけど、やられてる。もうどっちが誰が敵で誰が味方なのかよくわかんないね。よし、コールジュニアについていこう。ジュニア生かすな。あれ、これ裸足？あ、ちょっとさ、あ、サンダルか。こんな戦場でサンダルなんだな。どうしたらいい？違うね。こいつか。あ、いけないね、でも。ああ、だよね。さあ、どうするべきだ。しょうがない、エイデン。尽きるしかないか。あれ、そうなの？近くにいてよ、いい？よし、早く助けて。オッケー、オーラ。うって、ちょっと待って、オーラ失敗。ああ、肩当たった。これ被弾する、被弾しないとかっていうのがあったんだろうな、きっとな。あれ、ちょっと待って、すごい難しい。これで治癒して治った。お姉さんびっくり逃げ、引くわーってなってる。私、急にマジトーンだな。ごめんなさい、僕の操作が下手だったがゆえにちょっと余計な操作をさせられてしまった。登って、おお、すごい連携プレイ、いいね、最高のコンビだ。おお、すごいな、コールジュニア。大人でもこれ最初登るの難しいのに、こんだけ離れてると。やばい、来てる、急いで登れ、めっちゃ目立つよ、そこ。急がないと。戦ってる。あ、喋っちゃダメよ。静かに。オッケー。さて、抜けていく。コールジュニアについていこう。おーわー、ロケランぶっかましてんな。ウェスカーを最後に倒したときに使ったロケランやな。オッケー。そんな土ぼこりかけとったらバレんじゃね？大丈夫？かっこいいな、飛び方が。いちいち。そっち行くのね。あれ？戻ってない。あ、なるほどね。抜け道を抜けていくってことか。おー。うわー。ヘリコプターでも落ちてきた後なのかな。滑り台で遊びたいところだけど、そんな悠長なことは言ってられないし。なんでこいつらこんなのんびりしてんのよ。始末して。了解しました。しまっちゃいます。魂を乗っ取る時間です。略してソウルカリバー。一瞬だ。接近戦はナイフの方が早い、覚えてる。もう一人だな。お前もだ。接近戦はナイフ。多分あれだよね。でもなんだっけ、腹刺しただけじゃその死なないんじゃねっていう。よいしょ、はい、 Get out で乗っかって、あ、なるほどね。で、目の前にいるこいつらをブーンっていくのね。違うわ、荷台に乗るのか。突っ切らせると。こんな男の子連れてきてさ、光線避けろって言ってんのさ、なかなか派手なことするよ、ね。ゆっくりエイデン、気づかれないようにやるのよ。ちょっと待って、気づかれてると思うんだけど大丈夫？どういうこと？ああ、そういうことね。
こっちで見といて、すれ違うときには位置を押さなきゃいけないってことか。そういうことね。うーんって、これでも操作できる。操作はできない。あ、落ちてきてるわー、めっちゃ。バイ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 、1111111111。よし、バレたバレたバレへんバレへん。で、このシフトで見て、また近づいてきてるから1で、隠れとくけど検問所。こんなん絶対2台見られるやつやん。え、どうしたらいい？サングラスかけて威嚇しとく。構わねえ。ちょっと、なんてことするの？街中に気づかれるでしょ。まあ、ちょっと、やっぱ生かした量はめっちゃ来てる。あ、サリームか。おっ、ほっ、倒れろ。ほっ、避けて、避けて、下、あれ下じゃないのか。パンチ、サリーム、いい感じ。サリームの体育座りかっこいい。ほら、てか早落とせ。ひょっ、おい、1111111111。はい、はい、さよなら、はい、さよなら、はい、落ちて、ほい、いいね、はい、お一人様。え、そんなことしててじゃダメだよ。甘い、甘い。ナイフ2かよ、今度は。パンチ。おお、セクハラです。大胆セクハラ、そんな SM プレイは求めてない。もっと優しく扱わなきゃダメよ。あー、やっぱそっちに行っちゃった。はい、戻って戻って。まさか乗り移る。おお、銃タッチ。そんな飛び道具はずるいの。そう、降りて、はい、はい、下車の時間ですよ。運転変わってあげようか。ほら、お、あー、やばい。はい、さよなら。もう一頭、ほい、あぶれ、はい、終わり。カーチェイスあるあるやな。ただマシンガン持ってんな。 AK-47 持ってるんだもんな。危ねえな。どうする？おお、避けろ。エイデン上手。あ、やばいやばいやばい。サリーム、コールジュニア大丈夫か。ジョディはなんとでもなるけど。あー、やっちまったな。実は上にぶら下がってるとか。あれ、どうやって抜けてきたの？なんかオーラで守ったとか。めっちゃ見つかってるけどね。大丈夫サリーム。タイエブタイエブレムザビエイアザエイビアザエイビアザアザアザス。かわいいなこの子。君とはここで別れるのよ。だよね、別れた方がいいよね。うん、これ以上ちょっと巻き込むわけにはいかない。言ってることわかるサリーム。ラメトコキ、ラメトコキ。いや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 、このタイミングで別れるなんてそんなことできないよって。一緒にはいけないの。そうだよね、辛いところだけど。あなたは勇敢な子よ。うん、かっこいい。いつか多分8歳くらいなんだろう。8歳か9歳なのにさ、あんなマシンガン背中に背負って走り回るよってさ、やっぱ環境が人を育てるよね。日本じゃ絶対に考えられないもんね。映画の世界とかでしか知らないけど、その銃を構えて狙撃しようとしている男の子をロケットランチャーかスナイパーライフルかって狙うっていうなんか映画があったけどね、うん、言葉分かってくれるんだな。ハグっていうのでちゃんとお別れっていうのを気づいてくれたってことね。さて、あっちに向かってんだけど、隠れるあれなのかな。よし、 OK、 OK、 じゃあ C。 あー、ヘリ飛んでんね。ってここまでさ、何もさ、連絡がないのにさ、CIA すげえ薄情じゃねって思うんだけど、全然助ける気ない。いやー、こっちか。どこに向かってったらいいの？こっちでいいのか。違うね、こっちだね。なになに、なんかすごい引っかかってんのかな。あ、そういうわけじゃないのか。エイデンに調べてもらって、誰かいるかな。抜けてきたはいいけど、あー、いるはいるね、思いっきりいるね。ただこっちは誰もいなさそうだから、とりあえずこっち、なんかすごい引っかかってるんだけど、どうしたんだろうね。じゃあこれはこのまま向かっていこうか。 OK、 あー、こっち、ちら、 OK、 ちら、ちら、
ジャマールがいる。うわー、ポスタービリビリに引き破れて、おめえのせいでさ、サリームを危険な目に遭わしやがってんやろうって。まあ、晒したのはエイデンなんだけどさ。はい、オッケー。ふわ、あ、お姉ちゃん気持ちいい。よう気づかないな。あれ、ロケットランチャーで撃ったんじゃね。家の近くで隠れる場所を探さなきゃ。家の近くってここじゃね。1か、なるほど、ね、やることはわかるでしょう。ああ、わかります。ジャマールを見つけてエイデン。ドアぶち破ります。すぐ。あ、ここにいるのか。いた、ジャマール。あ、これか。ジャマールだ。こんなすぐ近くにいた。どうしたらいい。あんたがやってエイデン。あ、やるのね。やるっていうのは、ああ、パソコンを。あ、目立たないように気をつけて。どうしたらいいですか。あ、一人になったところを始末するってことね。ここ始末していいっていう話だったよね。あー、ご都合主義どうするのかな。どうしたらいい。スッカーン目立たないようにやって。あー、そういうことか。こいつを憑依してめっちゃ目立つんじゃね。じゃあ憑依しちゃったら、おいおい、お前持ち場を離れるなとかって言われない？これ。あ、だよね、だよね、だよね。そっか、人に触られると戻っちゃうんだよね、確かね。あ、ちょ。どうしたらいいかな。もう一回。あ、こいつか。OK。あ、違うわ。こいつは窒息死か。おーってめっちゃ目立つけど、大丈夫これ。で、こいつにこいつ憑依してて、あれを使って車突っ込ませるんだ。オッケー、やってやろうじゃねえか。しかもサングラスかけてるから。じゃあ武器を探して。武器はさっきこいつが倒れたから取り出していけばいい。ちょ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 、エイティン、あ、当たった。 AK-47、エロリストがよく使う割れる銃の一つってことだよね。やらないと。よし、命令は命令。うん。メッション is メッション。人殺し死んで当然。ほら、できるはず。それに対して、あいつを殺すの。あいつを殺すの。これまた人に触られ、ああ、触られないんだ。お覚悟。うわあ。大丈夫これ。頭打ってない。頭打たないとよダメなんじゃね。おお、なんでこいつらそんな近づいてくるんだ。あー、やられたね。ねえ、ドアを開けて。ジャマールが死んだか確かめなきゃ。急いで。はいはいはい、急ぎます、急ぎます。あ、ちょっと待って。ドア、あれ、ドアを開けて、ドアを、ああいたのかよそこに。ドアを開けて。オーケーボーイ。大丈夫、誰もいない。うわー、今はまさにあなたが殺した死体の数々ですよ。これ違うね。死体を踏み越えていくことはできない。ジャマール生きてんじゃねえか、実は。ねえ。で、最後の格闘が起こるとか、そんな、すげえな、こんなミッション一人でやるなんてさ。バシャ。はい、笑ってー。うおー、スオリーム。もしかしてさ、サリームのお父さんがジャマールだったとかって落ち。あ、違う、パパ。憑依したのがパパだった。うわ、まさか。じゃあサリームって、うわ、サリームってジャマール側だったんだ。違う。守って。痛い。あんだけナイスプレーやったのに。てか、あの表、あ、なんてオーラ急に出せなくなったんだけど、あれどうやったらいいの。すごい操作難しいよね。うわー、打ったけどなんともできないのか。これでも立ち去るしかできないよね。エイデンにもなれないし。
スバーンサリーブ。うわぁ、スニーキング云々とか言ってたけど結局重いミッションだったんだよ。やば、ここから逃げないと。そうだよね、撃たれたけど大丈夫だったか。おお、どうしたらいい、走って逃げる。おお、ちょっと待って、ちょっとここに来て救世主は、うっそ。え、なんで助け、え、ちょっと待って、どういうこと、なんで誰も撃たないの、撃たないで、ははははお、ちょっと待って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 、いやーはやー、え、これどういう状況よ、なんかみんなにウハウハ言われてるけど、ここでまさか終わる、じゃあプロローグにたどり着けなくなっちゃうけど大丈夫なのか、早く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 、5秒で来い。イーグル5、緊急脱出を呼んで。かっこいい名前。イーグル5を落とせよ。全然もうダメだ。あ、終わったわ。せっかくジャマールを倒したのに、え、ちょっと待って、カインリー。しかもこれでとりあえずまず傷を治す。急げ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 。そう、治って、こんな時に難しい、オッケー、よし、オッケー、これで立ち上がれない、嘘、どうしたらいい、なんとかならないか、ちょっと出て行って、違うね、なんかないんか、なんかないんか、あった、よし、だ、これで逃げたとしても銃があるんだよな、相手は銃があるから、くそ、もう一睡もしてないこの状況の中で銃にも撃たれて、でさらにこう逃げ回らなくちゃいけないって、そうだよね、それ引きずるよね、いくら回復したとはいえさ、こっそり抜けてバレない、これどこ行った、アメリカ言うてんな、アメリカのスイって言ってる、やばい、あー来てるよ、なんでこいつらこんなじわじわ殺すの、人思いにやったらいいのに、やばい、今後の灰色ゴリラに囲まれるピーターみたいになってる、うわー、でここでライアン登場か、じゃないとね、せっかく行く前に一発やったのに、あ、来た、遅えわ、なんでこんな状況になるまでほっといたのよ、本当に。しっかり、もう大丈夫だ。本当？信用できないよ、こんなギリギリに、しかも本当に危なかった。誰があのロープを引っ張ってるんだろう、うい、あー、なんとか助かったね、ごめんね、サリーム。ある一方の正義はある一方の悪になるっていうのはあるからな、本当にそういう世界観がね。さて戻ってきたはいいけど、あ、なんか私服に戻ってる。 CIA に入って10年、こんなことは初めてだ。ああ、ボスがプライベートヘリを使って捜査官を回収か、ね、上層部は君に夢中みたいだ、君とエイデンに、ね、まあいい体してるし、いい女だし、お前も私に夢中だろ。平気か、いやー無理だろ、一緒にいいコンビだね、私たちって言ったらそのお父さんをやっちゃったんだからさ。辛かったと思うけど終わったんだ、帰るんだよ、また任務完了しただけだ。はい、あそこで見たことは一生忘れない。忘れられないだろうな、一生。うん、まあ、これはおそらく某2003年のあれをね、あの描いたやつなんだろうな、それを多分題材にして作ってる作品だと思うんだけど、あのこのワンシーンに限ってはね、ワンシーンというかワンチャプターか。足は平気？いやダメ、痛み止め飲んでれば平気。早く手術、雑誌でも読む？めっちゃ貧乏ゆすりしてるわ。あ、でも足組めてるからね、あれだってさ、組んでる方の足打たれたんじゃなかったっけ、ポンって乗せてるけど大丈夫、痛いんじゃないのそれ、乗せて圧迫してたら。
じゃあまた国際社会が新大統領ジャマール・シーク・シャリーフ氏の当選を公式に承認することを発表しました。ジャマール・シーク・シャリーフ、最も危険とされる将軍の一人だ。しかしながら最新情報によると、シャリーフ氏と内閣閣僚が本日の未明、何者かによって暗殺されたとのことです。大統領当選したジャマールを見つけ抹殺しろ。了解しました。今回シャリーフ新大統領が承認されたことで、長年続いていた紛争に終止符が打たれるのではないかと期待されていました。多くの各国指導者がすでにこの非常に冷酷な処刑に他ならない行為に対して激しい怒りを表明しています。結局じゃあまたアメリカと、どういうこと。戦争を終わらせるためにパパとママは、じゃあパパはすごい嘘をついたの。何のことだ。ジャマールは将軍じゃない、大統領だった。どっちかというと反乱軍ポジションみたいな感じだよね。民主主義で当選した大統領だったの。だから俺たちは命令に従ったまでだ。私がやらないって分かってたから、だから嘘をついたの。うわ、俺が CIA だ。ジョディ、合唱団の練習とは違うんだよ。俺たちには任務があり遂行した。それだけだ。合唱団もコンクールがあるからやるってこと。でも私は軍のお偉いが命令したからってだけで人を殺し回ったりはしない。どうなってる。あれ、まさかエイデンが怒ってる。これ、おい、ジョディ、いいか、落ち着け。家に帰ってそれから話そう。いいな。あんたは私を操った。汚い仕事のために私を利用した。だったらどうしたって言うんだ。やつは処刑される予定だった。お前がいなくても殺したのに。私のせいで子供が父親を失った、私があんたを信じたから、正しいことをしてるって信じてしまったから。私は何なの。おもちゃ。どうせ暇つぶしの人形か何かだと思ってるんでしょう。気流が激しく乱れています。最低。ダメだ、コントロールできない。あの夜のアパートでのことも全て嘘。ジョディ、お願いだ。殺す気か。もう誰にも嘘はつかせない。ジョディ。おー、ちょっと待って。いやいきなりすぎるわ。ほう、うわ、めちゃめちゃ荒れてる。あ、そういうことか、飛び降りても平気なんか。ちょっと待って、これどこに繋がっていく世界観や、これ。こんなんあったっけ。はい、警察です。あ、おお、久しぶり。利用された、人を殺すために。ジョディ、何があった。私、何も知らずにただ言われたことをしていただけなのに。どこにいる。クレイトも一緒か。私逃げたの。あんな男と一緒にいられないから。いいから逃げられない。お前を追い詰め見つけ出す。ここに来るな。ジョディ、話そう。そうすれば終わりよ、姉さん。もうおもちゃになるのはうんざり。伝えて、もし探そうとしたら殺すって。ジョディ、いいか、伝えて、姉さん。それであの電車から逃げるシーンに繋がっていくのか。殺すって。なるほどね。で、そこから逃げ回ってプロローグに繋がっていくっていう装置か。だからなんで警察に追い回されてるとか、試合に追い回されてる、スワットに追い回されてるって、そういうことだったのか。なるほどな、繋がってきたわ。せっかくあの甘い夜でエロい感じのね、チュッチュチュッチュしてたとかって、そういう雰囲気からも一転してるよね。うわー、やっぱりソニーコンピューターエンターテインメントの描くゲームは深くて重くて面白いなぁ、本当に。200件のルートがあったわ。捕まらなかった。アライアに起訴した。教会に侵入した。でも、教会には侵入したけど、ねえ、屋上で救出された。あ、屋上で救出されないパターンもあるんだ。あのまま中にずっといて、時間経過とともにうんぬんとかなのかな。その未発見のルートめっちゃ気になるわ。はぁ。ということで、今ね、前回チャプターから、トータルで、1時間ちょっとプレイをしてるので、さすがに長すぎるから、ちょっとぶっ通しでやってるんで、中途半端な切れ方になってるかもしれないけど、多分2つか3つくらいのパートに分けて、プレイをしてると思います。
ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回のパートでお会いいたしましょう。バイバイ。